清水亮太郎がフェスで救急搬送、一人パイルドライバーの瞬間。清水亮太郎さんは9月28日のフェスでバク宙に失敗し、頭から地面に突き刺さり救急搬送されました。インスタグラムで事故の様子を報告し、心配の声が多く寄せられています。みんなの反応。普段は硬い床やマットでロンダート後方宙返りをしてたけど、砂の上だと力が吸収されて蹴りが弱くなったんだね。そのせいで高さが足りず頭から落ちちゃった。もっと鋭く抱え込めばよかったかも。危なかったね。気をつけて。フェスが中止にならなくてよかったけど、無理しないでゆっくり休んだ方がいいよ。一時的に動けなくなるのは、頸椎の神経束にショックが加わり、脳が自己防衛で神経を遮断するからです。交通事故で後から痛みが増すのと同じです。骨折や神経損傷がなければ徐々に回復します。素人は冗談でもプロレス技をやらない方がいいです。バク宙自体は簡単だけど、観客や場所、服装を考慮すると難易度が上がる。特にマットなしは危険。 MC の仕事中にバック宙して怪我して主催側に迷惑かけたって話、しかもフェスで大事故があったって投稿を拡散したの。サッカー選手がゴール後にバク宙失敗して絶命した動画を見たことあります。無理せず気をつけて。事故って言うから機材トラブルとか想像したけど、主催や客に迷惑かけて自滅なのに事故って表現で投稿するのは何がしたいの。役者さんがバク宙するのは危険で半身不随のリスクがある。失敗して受け身が取れないならやらない方がいいね。プロレスラーのハヤブサさんを思い出した。注意しないと本当に危ない。アナウンサーが田んぼのイベントで大変なことに。ボディビルダーがバク宙失敗して死んでる動画があるよ。救急車有料でいいよね。事故じゃないの。 MC が迷惑かけたら呼ばれなくなるよ。イベント中止の可能性もあったし、まず運営に謝るべきだよ。次の日には TikTok で楽しそうに歌ってたから、本当に動けなかったのか疑問だわ。スマホ触れるなら全く動けないわけじゃないよね。違和感感じるのは変かな。 SNS って当人にとっては大事故でもそういうもんかもね。ステージ関係なくやばい行動してるから近寄るな。救急車有料にすべき。この人年齢の割に子供っぽくない。動けてよかったね。田んぼに突っ込んだアナウンサー思い出した。いつ動けなかったの。 MC やったのハイツ。大人でしょ、何してんの。機材が落ちたの。目立つのがかっこいいって思うのがやばい。みんなの反応としては心配の声が多い一方で、批判的な意見も見られます。当チャンネルの意見として、清水亮太郎さんの事故については非常に危険な行為であったと考えます。特に砂の上でのバク宙はリスクが高く、慎重さが求められます。無理せず、まずはしっかりと休養を取ることが大切です。